日本神奈川県川崎市宮前区、マギヌ・マギヌは川崎市宮前区の町名。現行行政地名は、マギヌ1丁目から6丁目。住居表示実施済み区域。面積は1.023平方キロメートル。郵便番号は216-0035。宮前区の東部に位置し、玉丘陵と下末吉大地にまたがっている。また、 矢がみ川と知って黒川道路が並行して東西に通っており、その周辺は谷合いとなっている。そして、江戸時代からの街道筋である厚木大仙街道と、その振動にあたる国道二百四十六号も当地を通過している。マギヌは北端で、宮前平、宮崎と東端で、梶じがの宮前区域と南端で、野川の宮前区域、東有馬、ありま、 有馬と生誕で、小台と接している。これらの町域はすべて、宮前区であり、マギヌは区、堺や市堺には接していない。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、マギヌアザ平台1809番2の地点で21万8000円、平方メートルとなっている。当地からは、縄文時代や弥生時代の遺跡が発掘されているほか、 古墳時代後期に建造され、朝鮮半島の古墳からの影響も受けたと考えられる、マギヌ古墳も所在している。中世には、ウマイゴーと呼ばれ、広告知事によれば、永六年間に分割されて、マギヌ、カジガヤ、ドバシの三村となったという。江戸時代の当地は、天領、旗本の遠山市、川勝市の三級の地となっていた。村高は、 武蔵田園母で452国、急高級量取調べ町で547国と増加しているが、これは二十歳の開発によるものと考えられている。農作物としては米や麦、雑穀などが作られたが、幕末には花の栽培も行われるようになった。町村制の思行時に、マギ野村は周辺町村と合併したが、その村の名称は、 合併後の中央部にあった東村の麻宮前から取られ、宮前村という名称となった。明治以降も花の栽培は盛んで、大正に入ってから花生産組合も設立されている。昭和に入ってから川崎市に編入されるが、それと前後して、軍用地として村の多くが接収された。戦後には、軍用地も返還され、農業を再開するところもあったが、その後に、 多摩田園都市計画が進められ、当地も宅地化が進行していった。平安時代の当地は、直死木であった石川牧に含まれ、そのことに由来する古障である牧野が展示したものと考えられる。広告地史には、平野正門の乱の際に、沖王が当地に乗馬の衣を落としたことに由来するという説話が引かれているが、これは不快であろうと考えられている。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地を武蔵野南線が通過し、梶ヶ谷貨物ターミナル駅の敷地の一部が当地にかかっているが、同駅は貨物駅であり、旅客利用はできない。また、域外ではあるが、東急田園都市線の宮崎台駅。 宮前平駅が徒歩圏内に所在する。宮前平駅、宮前区役所と武蔵新城駅などを結ぶバスや、宮前平駅、宮前区役所と野川台を結ぶバスが当地を経由している。両者は立体交差している。ありがとうございます。